琉球は今日のホームゲーム戦います。琉球と沼津の通算対戦成績は琉球2勝沼津1勝1つの引き分けです。5試合ぶり勝利を目指す琉球と連勝を目指す沼津のゲーム今始まりました。武者がまず左サイドに長いボールを蹴っていきます。ロングスローは野田に通る。野田がロングシュートを狙う。ネットを揺らした。キャプテン野田の一発。ホーム琉球先制。前節出場停止明けの琉球のキャプテン野田龍之介、チームを引っ張る今シーズン4点目で琉球が先手を取りました。大喜び。タピスタが湧いた瞬間です。カルバハルのロングスローから野田のロングシュート。武者が飛び出していたところ、枠を捉えた野田龍之介の一発、お見事。5試合ぶりの勝利へ向けて負けられない。中に転がしてきました。琉球が奪う。白井、スペース空いてる。大きくドリブルで抜け出していく。白井、うまくかわす。白井春斗の一発、リーグ戦初ゴール。ホームサポーターに攻撃的サッカーを見せつけるような前半での2得点です。白井春斗、長い距離走り抜いて最後右足、見事なボールコントロール。まもなく前半の45分です。2対0、ホームの琉球リード。ブラウンノア、ナイスセーブ。カルバハル、クリアします。竹澤から野田のヘディング、旗は上がっていません。ゴール認められます。なんとなんとアディショナルタイム、沼津がクリアしたボール、竹澤がラフに蹴って最後押し込んだのは野田龍之介。このクリアしたボール竹澤がダイレクトで入れて、セカンドボール、阿部がキープ。ここで試合終了の笛。琉球対沼津3対0。